鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に、航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過したよ。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようだな。今回は出雲加賀経由、入港について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年1月12日付、鹿児島の南日本新聞社が、航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載したよ。森林伐採や造成が進み、作業用らしき未舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型専用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということだったんだ。道東における基地建設が本格的に進められていると伝えているね。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定したんだ。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したぜ。馬毛島は大隅諸島に属し、ロケット発射基地として有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2 平方km で周囲 16.5km。島のほとんどが低地で平らな無人島だな。2005年平成17年の国勢調査ではかつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社、当時は馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようだね。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の、艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたんだ。その後、2010年平成22年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも、災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案、種子島などにでは地元説明会を開いていたよ。しかし馬毛島では2011年平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生したぜ。そのせいで計画が危ぶまれていたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2+2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海事空事用守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけだ。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で建物や施設も増えたため、まるで基地のための町が出現したようだと言っているね。馬毛島の中央部には建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったということだよ。防衛省の計画では基地滑走路は2本、島の北北西から南南東にかけての長さ2450メートルの主滑走路と1830メートルの横風用滑走路なんだ。この2本がくの字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっているんだけど、現時点では全体像はまだ認められないね。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など幹線係留施設の設置が予定されているな。こういった桟橋は現在空母化改修工事が進められている出雲型護衛艦。基準排水量19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸入港を可能にするものだぜ。係留施設として桟橋のほか、防波堤や消波堤なども建設される予定で、馬毛島に大量の物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は沖合1300ムまで伸ばす予定らしい。
馬毛島基地のイメージ図には滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が書かれているよ。他にも基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されているんだ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は横須賀に寄港することになっているみたい。その間、艦載機パイロットは空母から乗り発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍ではパイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているから、平時においてはおおむね年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常であり、訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているんだって。この FCLP は空母が出航する直前に集中して行われていて、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものだが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できるよな。日本での FCLP は当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地にしていたため、横田基地なども併用して実施されていたが、両基地とも市街地が近くにあるため、騒音問題が絶えなかったわけだ。それで1991年平成3年8月からは横須賀から南に遠く離れた小笠原諸島の硫黄島基地で実施されるようになっていたわけだね。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km で、長距離飛行のせいでパイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として、2017年平成29年に空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたわけだ。でもアメリカ軍の経費って日本も分担させられているんだよね。太平洋戦争激戦地だった硫黄島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発だから、その点の不安も理由にされているんだろうね。アメリカ海軍は岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているらしい。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明していて、馬毛島を管轄する種ヶ島の西之表市では2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるみたい。ただし西之表市議会は自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示していて、今後については市長と反対派市議の動きが注目されているだが、種ヶ島島の3市町村のうち、西之表市以外の中種町と南種町では町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているらしい。防衛省は海上航空陸上自衛隊それぞれに馬毛島での訓練を計画し、常に150から200名の隊員を駐在させる予定にしているね。種ヶ島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになり、馬毛島島内には施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は種ヶ島宿舎から定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているんだ。ということは、過疎が進む種ヶ島で1000人近くの若い世代人口が増えることになるから、地元では地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られるな。さらに基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるため、種ヶ島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもあるらしい。反対の声が一部にあるとはいえ、種ヶ島島民の総意としては自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。防衛省がついに1に式地対艦誘導弾の延伸技術を1年前倒しとの決定発表したとの情報をキャッチしたよ。脅威にいち早く対応しようという姿勢はいい心がけだな。今回は、この和製トマホークとも言われる1に式地対艦誘導弾階について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。1に式地対艦ミサイルは射程なんと200キロで、
それを三菱重工が改良を重ねようやく1500キロへと延伸技術を確立しているんだ。2023年12月15日、現在の日本の岸田内閣の木原防衛大臣は、2026年度からの実戦配備が予定されていた1式地対艦誘導弾頭の能力向上型を1年間前倒しし、2025年度からの配備とする旨を記者会見で表明したよ。オリジナルの1式地対艦誘導弾らは、その名称が示す通り2012年より陸上自衛隊の部隊において調達が行われている兵器で、その最大有効射程距離はおよそ 200km 弱と、決して長距離打撃兵器とは呼べないんだ。この1式地対艦誘導弾らは、装輪式の車両の後部にミサイルの本体の発射筒を搭載する形式の兵器であり、その仕様は揮発型と呼称される陸上装備で、陸上から敵の艦艇の接近を阻止する目的で配備が進められているぜ。現状の1式地対艦誘導弾らは、訓練用に陸上自衛隊の富士共同弾の特化共同隊に配備されているほか、奄美大島の瀬戸内分屯地、熊本の県軍駐屯地、そして沖縄の宮古中駐屯地、石垣駐屯地に配備されているな。このようにオリジナルの12式地対艦誘導弾らは中国の軍事的圧力の増大に呼応して、九州の各地に実戦配備が行われている状況であるが、これはひとえに前述した射程距離の短さゆえに分散配置を強いられているゆえだと思われるぜ。これに対し改良型である12式地対艦誘導弾などの能力向上型は、最大射程をまず 900km ほど、そして最終的にはおよそ 1500km ほどと大幅な延伸を行うことが予定されており、事実上は新型のミサイルと言っても過言ではないんだ。さらに1式地対艦誘導弾頭の能力向上型では、地上発射型の地発型にプラスして、航空機から運用する空発型、艦艇に搭載して運用する艦発型への発射母体の多層化が盛り込まれている点もポイントとなるよ。これによって1式地対艦誘導弾頭の能力向上型は、陸海空のみ自衛隊において各々が運用する用の長距離打撃力を有する対艦兵装となる見込みであり、将来の国産長距離ミサイルの代表格に位置づけられることとなるだろうね。今回1式地対艦誘導弾頭の能力向上型が当初の予定よりも1年間早い前倒し配備が打ち出されると、例によって日本国内の大手マスメディアの報道の一部で、さも日本が軍事大国化しようとしているかのような報道が踊ったんだ。これは1式地対艦誘導弾頭の能力向上型が現行のオリジナルに比して飛躍的にその有効射程を延伸することから、自衛隊の装備として許された自衛の範囲の兵器としての範疇を大きく逸脱し、敵基地攻撃能力として機能しかねないというお決まりの批判だな。昨今の各国のミサイル兵器の長射程化は、ここ近年でもこれまでの歴史上で類を見ないほどの速度で進行しており、従来の物差しで測ることがいかに無意味であるのかを全く考慮していない典型例と言える批判ってわけだ。今も進行中のロシアによりウクライナ侵攻を俯瞰してみても、ウクライナ側の苦戦の大きな要因の一つとして長距離打撃兵器の不足が挙げられることは自明の理であり、特定の人々にはその残酷な現実を直視する能力が欠けていると思わざるを得ないぜ。1式地対艦誘導弾頭の能力向上型の配備の1年間の前倒しに先んじて、日本政府はすでにアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルについても同様の措置を取ることを表明しており、その危機意識は伝わってくるよね。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、残念ながら全てが当初予定していた最新型のブロック5ではなく、半数の200発は前バージョンのブロック4となる模様だが、幸いにも射程距離に関しては大差のない 1600km ほどとみなされているんだ。トマホーク巡航ミサイルはアメリカの現レイセオン社が生産している兵器だが、西側諸国製のこの手の兵器としては最も実戦で使用され、その有効性を示すとともに1980年代の開発時から幾度となく新型にバージョンアップされているよ。したがってその兵器としての信頼性は西側諸国製の巡航ミサイルの中でも群を抜いて高く、実戦での使用も1991年の湾岸戦争、
1999年のユーゴスラビア紛争、2003年のイラク戦争などで行われ、高い有効性を示し続けてきたってわけ。こうした状況を受けて2004年頃には、日本の海上自衛隊においても当時の中期防衛力整備計画2022年に防衛力整備計画に改称で、取得を目指す動きがあったと、今日では伝えられている状況だね。それから9年が経過した2013年頃、日本側は当時の中期防衛力整備計画の策定に照らして、仮想敵国の長距離打撃兵器大陸間弾道弾等への対処を施行する中で、トマホーク巡航ミサイルをその有効な戦力と再認識したと言えるぜ。そこで日本側は当時のアメリカ政府にトマホーク巡航ミサイルの取得を政治的に打診したと言われているが、この時期のアメリカ政府は民主党のオバマ政権であったが、日本の情報セキュリティ体制の不備を懸念して却下したとも伝えられているな。これは今から見ればわずか10年ほど前のことであるが、そうした当時の日本の情報セキュリティ体制の不備以外にも、当時のアメリカ政府は政治的に中国や韓国といった日本の近隣諸国からの反発が大きいことも考慮したと言われているらしい。こうした逸話が 100% 事実であるか否かの検証は望むべくもないんだけど、少なくとも2013年前後のアジアにおける軍事的な状況は、アメリカをして同盟国たる日本にトマホーク巡航ミサイルの供与を躊躇させる時代だったと言ってよいだろうね。そこから10年で中国軍の軍事力の強化は著しく進み、ことに長距離打撃兵器としてのミサイル技術の進展と実戦配備は予期されたペースを大きく上回る速度で進み、アメリカ側の考えも大きく変化したと考えられるよ。現在、日本が12式地対艦誘導弾頭の能力向上型やアメリカからのトマホーク巡航ミサイルの取得を促進する政治的な立て付けは、いわゆる安保関連の3文書と言われるものを時の政権内閣が承認することで実行に移す仕組みとなっているんだ。いわゆる安保関連の3文書は、上位の藻から国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の順番で成り立っており、1、2式地対艦誘導弾頭の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルについては最上位の国家安全保障戦略の取り組み事項に属するよ。国家安全保障戦略ではこれら1、2式地対艦誘導弾頭の能力向上型やトマホーク巡航ミサイル等の長距離打撃兵器を反撃能力としてのスタンドオフミサイルに位置づけており、今の時代に即した抑止力の保持に必要だと謳っているみたい。この反撃能力という表現は、かつては敵基地攻撃能力と政治上では表現されてきた経緯があるため、大手のマスメディアで多数語られているように戦力の不保持を憲法に明記してきた日本の国情とあり方に反するという批判が絶えないな。そうした批判をかわす意味もあり、現在の日本の政権は敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えることで、その推進を政治的に進めている感は拭えないが、今の時代、防御用の兵器のみで国防に必要な要件を達成させることは困難だぜ。そのため万が一に日本が今後他国からの武力行使にさらされないように、それを抑止するために長距離打撃兵器を保有しておくことが求められているわけなのだが、この理屈を国民の大多数に浸透させる試みはまだ不十分に思えるよね。くしくも不幸にして発生してしまったロシア・ウクライナ戦争における教訓を挙げるとするならば、借り物の兵器で自衛戦争を戦うことはやはり困難であり、できる限り国産兵器の供給力を高めておくことは必然だという点だろうな。幸いなことにウクライナと異なり、日本は島国に海洋国家であるため、敵国の軍が大規模な兵力を持って上陸してくる事態は地理的に困難だろうが、敵艦艇の接近拒否を図る兵器は数を揃えておくことは必須と言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日米対戦合同訓練は世界でもトップで、すでに世界が見ている強敵は日米同盟と言っても過言じゃないよね。特に中国などどうしても思惑通り進まないのが海底太平洋進出だろうな。さて今回はそんな日米潜水艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
防衛省は2020年6月20日、日本の接続水域内鹿児島県奄美大島の北東で、6月18日に潜航する外国の潜水艦を発見したことを発表し、他国潜水艦を発見したのは、海上自衛隊の P1 哨戒機や P3C 哨戒機、護衛艦加賀などだったよ。他国潜水艦が接続水域内を潜水通過するのを確認したのは実に2年半ぶりのことで、どの国の潜水艦なのか、目的などについて防衛省は日本側の探知能力に関わるものであるから公表できないとして何も公表していないね。政府関係者によるとおそらく中国海軍の潜水艦だろうという見解だったな。前途した接続水域とは、その国の領海領土から 22km の外側のことであり、かつ領土から 44km の範囲内のことを言うぜ。その先の地域を排他的経済水域 EEZ エクスクルーシブエコノミックゾーンと呼んでいて、潜水艦が領海を航行する場合には、海面まで浮上した後に国旗を掲揚しなければならないというルールがあるね。つまり領海の潜航禁止は決められていることで、領海内では漁業も行われているため、安全を考慮すれば存在を明らかにするのは当たり前のことってわけだ。接続水域内では潜航することが認められているという海のルールも存在し、要するに、本案件については日本の領海ではなく、接続水域であるため潜航禁止ではなかったということだな。しかし領海ギリギリの線を往来されれば、不愉快な気持ちになってしまうぜ。この事態に海上自衛隊の潜水艦林尾の元艦長などを務めた伊藤氏がインタビューで、以下のように答えているよ。中国の潜水艦に間違いないだろう。わざわざ接続水域を潜って通るということは、完全に意図的なものだ。人間に指紋があるように、スクリューの回転音など、潜水艦にはそれぞれ独特の音紋というものがある。詳細は言うことができないが、海上自衛隊はそれらの情報をすべて持っているため、どの潜水艦かは見当がついている。だから自分が海上自衛隊に捕捉されているということも理解している上で、その探知能力を試すのが一番の目的だったのでしょう。習近平主席による独裁体制が確立して以降、ナショナリズムを高揚させるために、軍が主導して対外的に強硬策を取っていると聞いている。尖閣での動きもそうだが、実は去年から始まっていた動きなのだ。このようにして、平時においても様々な動きをして抑止力をぶつけ合い、睨み合いをしているというのが水面下で起きている現実なのだと述べたんだ。ちなみに中国は2019年時点で60隻以上もの潜水艦を保有していると言われており、この数は日本の保有数を大きく上回っているらしい。さすがは軍事大国中国だと、ここでは褒めておくぜ。さらに伊藤氏は、インタビューでこう続けたよ。確かに数字だけで比較すれば海上自衛隊は中国に追い越されている状態に見える。しかし、問題は潜っている潜水艦を見つける能力の差であって、今はアメリカ海軍がナンバーワンと言われているが、1990年代までは海上自衛隊が世界で一人勝ちのような状態だった。横須賀のアメリカ海軍第7艦隊と一緒に訓練をしていたため、アメリカに引っ張られるように能力が向上していった。加えて P3C を100機体制にしたことで、一気にレベルアップした。例えば私は1998年にハワイ沖で行われたリムパック演習に日本代表として参加したが、林尾一隻でアメリカを含めた艦隊を全滅させた。今も対戦線の技術においてはイギリス、フランス、ロシア、中国もダメだし、イージス艦の能力とミサイル防衛の能力も日本とアメリカだけがズバ抜けている現状だ。だからこそアメリカは海上自衛隊に対し世界で一緒にやれるのはお前らだけだと言っているのだ。だからこそ、中国海軍が日本を妙に意識しているということだと語っていたんだ。リムパック艦太平洋合同演習は防衛省関係のニュースでよく登場する単語であり、アメリカ海軍の主催によりハワイ周辺海域で行われる各国海軍の軍事演習のことであり、初めて聞いた方は覚えておくと良いだろうな。日本の海上自衛隊は1980年昭和55年から、総40年も前から参加しているということになり、また、先の伊藤氏がインタビュー内で述べていた1998年のリムパックには日本、
アメリカの他にオーストラリアと韓国も参加していたぜ。ここ最近の外国艦艇の行動に関して、中国潜水艦の潜航を受けた当時の河野太郎元防衛大臣は自衛隊に対して、緊張感を持って情報収集にあたり、領海領空の警戒や監視に万全を期すようにと指示を出しているね。このような外国との緊張感を膨らませるような出来事については、広報戦略の一環としてわざと国内外に知らせることはよくあることなんだ。この活動の課題について伊藤氏は、私は2001年の同時多発テロ 9.11 前後の年にワシントンで駐在武官をしていた。その後、自衛隊の広報室長の職も務めたが、日本のお役所作業というのは、どうしても固い部分が多くて、記者などの外部の人間に情報を提供したり、実態を見せたりするというのを回避したがっていたと語ってくれたよ。つまり一般国民が国防に関わることを教えるのは難しいというよりも教えたくないという雰囲気が強いということが言えるんだが、しかし、海で働く人たちは海上自衛隊や海上保安庁の職員だけではないからな。海では漁業関係者のみならず、観光客を相手の商売をしている人もたくさん存在しているわけで、そのような人たちを含めて、多くの人々に日本が抱える対外的な課題を知ってもらうことが必要であると訴えたいぜ。機密が漏洩してしまえば、日本が危うくなることは理解しているが、しかし日本国民を海外の敵対する国から守るのが自衛隊であるならば、海の働く人たちの安全を守るためにも、防衛省や国の機関は情報を広く公開してもらいたいと強く願うところだ。また、今後も日本の接続水域を脅かす周辺国の潜水艦をいち早く探知してもらい、次は国旗ではなく白旗を上げてもらうことを期待したいね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。